えー、ポント返しをいいきたいと思います、えー、これは2024年の2月の下旬にアップした動画ですね雑誌読みスイングジャーナル、えー、1979年5月号のキース・ジャレットインタビューというタイトルの動画で、まあ、サムネイルがそ,そのままスイングジャーナルの1979年5月号 ハービー・韓国と笠井公子のツーショットがでっかく映し出されている背景が緑色のゴーなんですけど黄緑色かな、まあ、黄緑色ほど黄色っぽくないか、まあ、緑,とあの黄色の緑と黄色の中間って感じですかねちょっと明るめのタミヤの塗料ではロシアングリーンみたいな色ですかね BT7 とか初期のロシア戦車塗るときの色に使用するような色か、か、まあ、ど,どうでもいい話ですけど、はいえー、その動画のコメントにいただいた、動画にいただいたコメントを紹介しますと、ですね長井つとむさんからのコメントですね、えっ、ー、と、アッシュはなぜかキース・ジャレットが苦手なんです、てんてんてん、くもさん。 キースジャレットの良さを教えてください。てんてんてん。汗水たらしにこちゃんマーク。2つ。いつもは3つなんですけど、今回2つですね。で私はこのように返信してます。うーん、言葉で伝えるの難しい。てんてんてん丸良さじゃないかもしれませんが、独特さに,に説明、独特さ,ドドド特さの説明になってしまうかもしれませんが、我慢してお付き合いいただければと。強いて言うなら、 何でも情けな演奏から漂うただものではない感とでも言うのでしょうかもちろんチャールズ・ロイドのフォレスト・フラワーやマイルスとやっているライブ演奏のエレピオルガンなどにはすんごい鍵盤プレイはあるのでそちらの方をおすすめしてどうだすごいじゃないかという手もありだとは思うのですがおそらくそのあたりはきっと長井さん聞いているでしょうから何せ私が過去に動画で紹介しているの 笑い別な切り口で考えるとやっぱり普通の演奏もしかしたらやっつけ的な演奏の中にもやっぱり凡百のピアニストにはない音の存在感キース・ジャレットにしか出せないワンオンリーの個性ではなく音の気配佇まいが感じられるのですよ例えばですがマイルスが亡くなった後比較的すぐにスタジオ入りして録音したというエピソードの方がもしかしたら有名かもしれないバイバイブラックバードというタイトルのアルバムがあります正直 邪作作ととは言いいまませんが、凡作だと思います。キースにしてはですが、まあ、キースにしては、まあ、なんか凡作だなあと私は感じているんですね。なんか接続感が否めないというかどうも雑な感じがすするんですよね。楽器演奏が上手すぎる人たちのジャムセッションみたいな感じというのかなそれはそれで良いのですが他のスタンダーズの一連の作品を聴いている耳からすると クオリティ的にはにはんんな感じたんですよ何贅沢言ってんだよかもですが。で、私、このアルバムが発売されてすぐの頃、吉祥寺の誰もないいない昼下がりのメグでこれを聞いた。最初にかかったのがストレートノーチェイサーでした。わっ、キースだすぐにわかった。声でかっこ笑い。おお、これが例の。 話題のニューアルバムかなんて思いながら飾られてた CD ジャケットを眺めてたんですがなんだかわけも分からず猛烈にこのシングルトーンで奏でられるキースのピアノと所々に聞こえてくる声に嫌悪感を覚えたんですねなぜだろうよく分からぬままやっぱ俺ってキース苦手だなぁなんて思いながら店を後にしたものですしかしどうもあの素朴なシングルトーンのアドリブが耳に残っていて気になるんですよね なので仕方なくハテナ買いましたかっこ笑いそして聞いてみるとやっぱりあれなんですよあんまり好きじゃないほんとジャムセッションやってるような何のひねりもない普通の F のブルースでもやっぱり気になる道を歩きながらタバコを吸いながら風呂に入りながら覚えてしまったストレートノーチェイサー全体の音の塊を反数しているとやっぱりピアノの音色やフレーズが湧き出ているような感じ 何の設計図もなしに、今思いついたから、思いついた0 0 0 0 1秒後に気がついたらもうピアノでメロディ弾いてました感というのかな。てらいもなく剥き出し、おそらく脳みそと指が一体化しているような一致感、以前私が動画で説明したいわゆる歌心を感じ、それがあまりにも自然すぎるインパクトで、インパクトがありながらもそれを露骨に感じさせずに、気づけばこちらの内側に、 こちらの内部に素早く深く深侵入しているそれが最初不快感を感じしかしもう内部に入り込んでしまっているので気づけば何度も反数している自分が尺だったりそれがやがて気持ちよさに転化されたりとまあ要するに音の浸透度が他のピアニストよりも格段に高いんですよねスルスルスルって入ってきちゃうの <laughs> んか嫌だなってなんかちょっと違和感感じるななんて思いながらもこれがまあキースのピアノ力なんでしょうかね 耳からだけじゃなくて、あくまでイメージですけれども、この細胞からスルスルスルって入ってきちゃうような、そんな感じですよね。えー、で、そのあたりが私のキースの持ち味だと思っていますし、だからといってすべてのキースが好きというわけではなく、やっぱりヨーロピアンカルテットなどに参見される臭すぎるメロディーはあんまり好きではありません。でもそこも含めてキース・ジャレットが持つスルスル感、かっこスルスルと耳の中に滑らかに抵抗なく入ってきてしまう感じには、 バド・パウエルやドド・マーマ・ローサやウォルター・ビショップらのゴツゴツ感とは対照的でもありどちらかというとドライでゴツゴツなテイストが好きな私からしてみれば普段はシングルモルトが好きでそれ系のロックしか飲んでいないくせにたまたま気まぐれでカルーア・リキュールのカクテルなんぞを飲んでみると気づけば名定や。 頭いいいい気持ちみたななな感じなんですかね悔しいけどはてなまあ、そんな感じですと。まあ、どんな感じで <laughs> 書いたか全然わかりませんけど、まあ、まあ、その時、この返事を書いてた時は、多分、キース・ジャイットのストレート・ノー・チェイサーがきっと頭に思い浮かんだんでしょうね。あと、フォレスト・フラワーのチャールス・ロイゾのアルバムのキース・ジャイットのソロが頭に思い浮かんだんでしょうね。で で、長井努さんからはこのように返信が来てますね。モンクとかエヴァンスとかのドロドロピアノが好きな人は苦手かもしれませんね。てん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 、笑い笑い笑い。っていう返信が来ておりまして、私はこのように返信をしています。長井さんの豆腐の好みは分かりませんけれども、豆腐に例えるなら、木綿や高野豆腐の食感が好みな人には、まあ、ごつごつ、まあ、ドドマーマローサみたいなね、ウォルター・ビショップ・ジュニアのような、ちょっとごつごつした感じの、 食感が好みな人には絹ごし豆腐や卵豆腐のようなものなのかもしれませんねと、まあ、よくわかんない豆腐に例えてお話ししていますけどもねということで、えー、永井智さんどうもありがとうございましたそのキースの良さわかってくれたかなそのあと 何も返事がないので、きっと分かってないんでしょうね。伝わんなかったんだろうね、私の解説。そりゃそうだよね。<laughs> スルスル感とか言われても、な,なんだそれやってるですね。ツルツル感なら分かるけど、そばかよって感じですけど。まあ、じゃあ次いきますね、えー。人力飛行機さんからのコメントを紹介します。他のコメントで、長井さんって方が、なぜかキース・ジャレット苦手なんです。キース・ジャレットの良さを教えてくださいと質問。で、主さんがそれに答えて、長い回答を。 これが面白いんですよね。私みたいなレベルの人間には、まあ、どういうレベルなんでしょうねまあわかんないですけど、えー、相変わらず勉強で主さんが上げてる音源を聞いたりしてあまあそういうことかあ、まあ、ジャズ初心者の私からしてみれば面白いんですよねということなのかなでキース・ジャレットもマイルスのライブで聞いた程度の人間ですからと動画のインタビューを聞いてて沈黙 ってことは話が重要って言ってるところがやっぱり達人っぽいなと思いましたけどそういえばキース・ジャレットといえば私クラスの人間でも思い出すことがありますマイルスのあ私クラスの人間でも思い出すことがありますマイルスの1970年代初頭のライブでキース・ジャレットが弾いているのは結構 YouTube でアップされてて何本か見たことあるんですけどそこで印象的なのが嫌にキース・ジャレットが酔ってるんですよねかっこ笑いうん確かに酔ってる 酔ってててるといいうかかなんか見てて面白でですよねでで頭をくねくねして目をつぶっていかにも音と一体化しててそれがすごく印象的でねっていうのも聞いててキース・ジャレットの演奏は多分うまいんだろうと思います私ごときが聞いたところでかっこ笑い荒が見分けられるなどないわけでしかしそこで一言言いたくなるのが改めてそう酔うほどに良いのか,かっこ笑いうっとり聞き惚れるほどに あーもくねくね頭を振って目をつぶるほどにそこが今にして思えばキース・ジャレットすごいナルシストだと思うんですよねあの仕草がでマイルスのバンドでもあーも酔っている人ってキース・ジャレットだけでしょう見てたらその酔ってる度合いはバンド内唯一であるそれも間違いない他の人は酔ってないからあーももう一人の鍵盤あもう一人の鍵盤チックコリアもあーも酔ってはいない むしろ反対側から自分に酔っているキー・スジャレットを不思議そうに凝視、カッ笑いそのコントラストも面白いですよね、見てると笑い、まあ、チック・コリアは冷静ですからね割とあんま動きないですからねで、チック・コリアもキー・スジャレットを見てて不思議がっているカッ笑いわかるチック・コリアの気持ち凝視してる気持ちが俺もなん,かどなんかどっか思うもんああもよいほどにあれ良いか 笑いその酔ってる感じが今思うと起立していて浮いてる気がする。ワイト島のキース・ジャレットって今見てみるといかにもドラマ出てくる昔の芸能プロの敏腕ンン社長よ社長って声かけたくなるいかがわしい満点その印象はありますねキース・ジャレットあと久しぶりに聞いたマイルスの1970年ワイト島「コール・イット・エニシングはやっぱりいいですね。 これはこの頃のトランペットの音がマイルスの中で一番好きかもしれないあのオープントランペットのフレーズが切り裂くようで突き抜けているようでいいんですよね機関銃発射してるキース・ジャレットにいかがわしい感じも個性的だしバンド全体がいいワイト島でも演奏したけど楽曲ビッチェズ・ブリューってやっぱり妖怪人間ベムの冒頭それはいつ生まれたのか誰も知らない一つの細胞が分かれ三つの生き物がの部分ですよねだと思うけどな マイルスはあれにオマージュするために書いた,書いたでしょう。で、スパニッシュキーの冒頭の印象的なフレーズはマグマ大使で、エギとしを演ずる少年守がマグマ大使を呼ぶときに、マグマ大使と叫んで吹く警敵みたいなあのフレーズ、ピピピピピピ,ピ,ピっていう、あれですよ紛れもない。マイルスってあの当時の日本の怪獣特撮や妖怪アニメかなり好きだったんじゃないのか、かっこ笑い,いや、思い出してしょうがない。というコメントでした。 マグマ大使はね私世代じゃないんですよねまあ <laughs> どうでもいいんですけどなんか田舎であのなんかおばあちゃんちでなんか夕方再放送されての1回ぐらいは読んだことありますけどあとは「半分あおいでねあの」っていうまあ朝の連続テレビドラマ小説で長野芽ちゃんがあの佐藤健を 呼ぶ時にピピーピーって笛吹いてたんだけどあれがマグマ大使のオマージュなんだってことを後で知りましたけどその程度の知識ですがすみません、まあ、人力飛行機さんどうもありがとうございましたで私はこのように返信してますね「ワイト島はもちろんのことキース参加のマイルスのライブ映像はいいですよねやっぱり面白い」というとちょっと違うのかもしれませんがやっぱりキースのくねくね動きに目がいってしまう いつも不思議に思うのが内側から湧き出しているエモーションが体で制御できないのかそれとも周囲の音の洪水に透水、身もだえしているのかその割には派てな音楽のリズムや波のようなものとキースの動きが一致していないんですよねもちろん弾いているサウンドは周囲と同化しているんですがキースの内側の世界は彼独自のキース時間を刻んでいるように見える要は強力にマイペースなんでしょうねあの日本一のマイルスの中山康樹氏に マイルスバンドに所属していながらマイルスの影響を全く過去ほとんどだったっけ受けていない男と言わしめただけのことはある笑いと私は返信してますねであの私も結構学生時代とかはあのベース習ったりとかベースせっかく習ったからにはってことでまあいろいろバンドで弾いたりとかあとジャムセッションだったりとかあとアンサンブルクラスっていうのもね何年か ししててていいたたのでで、まあ、って言うとかっこよすぎですぎねあの月に1回だけ音楽教室でねそういうアンサンブルの指導があったので結構そこでは長い間といっても3年ぐらいかないたんですけれどもだから結構ね20代はまあ他の大学とかに行ってセッションしたりとかして、まあ、100人とまではいかないかもしれないけどもう数十人の人たちといろいろ共演するとですね3人ぐらいは いましたね、キースジャイルというのは4人ぐらいかなつまりだからそう考えると20人に1人か三、まあ、0人二十数人に1人ぐらいの割合で、まあ、体の表現の仕方はキースほどくねくねはしないかもしれないけれども出てくる音とは無関係に体が反応してしまう人というかねうある人はもう口をパクパク「あああなんて言いながら。 こうあるいはちょっと変にすごくゆったりとしたフレーズを吹いているのに小刻みに体が震える人だったりとかもう自動的にこうピアノの鍵盤駆け巡ってすごいフレーズを弾いてる間「ああ」ってうなってる人とかねもうどうしようもなくこう抑えきれないような感情がほとばしってしまうで感情というよりはもう物理的な肉体の動きが。 アウトプットされてしまうっていう人に何人か出会ったことありますで、まあ、割は私の場合は全然そんなこと全然なくてまあ割と淡々とって感じでゆーらゆーら、まあ、下駄履いてるってこともあるかもしれませんけど割とかゆ,ゆーらゆーら大きくあの <laughs> 揺れるような感じでベース弾くことが多いんですけれどもそれはそれで気持ち悪いって言われてますけどねつまり弾いてるベースの 音と、あの、テンポというかフレーズと、私のゆーらゆーらした動きが全く一致してないので、見ててちょっと吐き気がするというかね、見てて気持ち悪い、ど、どっちに、あの、基準を合わせて、ライブ聞いてりゃいいのみたいなことを言われたことありますけどもね、ゆーらゆーらみたいな感じで、ダららら、ラダラたかたらら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 らぐらいのペースで、オービット弾いてんのに、私はゆーらゆーらって、あの、4小節で、たらら、でゥルド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 ゥルって弾いてる間、こう、 右左に3回ずつゆらゆらしていたりとかしていたりとかねまあ日だまりの民っていう昔ほらなんかニコちゃんみたいな丸い顔をしたなんか可愛いい顔した人がこうなんかゆらゆら動いくおもちゃあったりしたじゃないですか玄関とかの置物で首を振るような感じあれをもうちょっとゆっくりした感じでゆらゆらしてるんですけどねだから何がしかあの 何で弾きたいことがあるけれどもそれを、まあ、脳内イメージみたいなものとかあとなんとなくこう目の前の何ていうのかな額から3センチか5センチぐらい先にこう浮かんでるなんかモヤっとした塊を捉えようとして肉体が反応してる時に思わず自分では意識してないんだけれども何かこう体の方が先に弾く音よりも反応が出ちゃうということってやっぱり あるんですよ私の場合ですとあんまり動かない人もだからもっとそれ以上に体が反応してしまう人っていうのはいろいろいるんじゃないかなと思いますある人は声かもしれないし「ああー」だったり「ああー」だったりいくとかかもしれませんしねあとは「うーん」って「うーん」ってうなりだったりとかあるいはこうキスジャイトみたいに首を振ったりとかあるいはもう、ね、おもまあ、キスジャイト面白いですよねこうビル・エヴァンスみたいに額を鍵盤にこう。 すりつけるような感じでそれであの左右に首振ったりとかしながらねで人力飛行機さんはあのそれがいい内容なのかっていうだからフィードバックした上での自分の音を鑑賞した上での反の 反応といいうううような感じででで捉えているんんすすけど違うんですよ音が出た瞬間あるいは出る前の反応だと私は思うんですねあれねだから弾いてる内容の良し悪し、まあ、それはあの人力飛行機さんにとっては今一つと感じたのかもしれませんけれどもでキース・ジャレットも あの自分の出した音に倒水してよってああいう反応をしているわけではなくて、まあ、100歩譲っていいフレーズだったとしてもそのいいフレーズだなうーんってなるまでにはコン、ま、マ、あ、0.001秒ぐらいの,あの時間の遅れがあるわけですね。私ちょっと違うと思ってあのフィードバックした反応じゃないんですよ出てきた音に対する反応じゃなくて あ,のあたかもこひねり出す瞬間あるいはひねり思い浮かんだ「うん出すぞ」という時のリアクションつまり音が出る前のアクションなんじゃないかなって個人的には思ってます自分の経験からそれかもう一致してただ音を出すだけじゃもったいなくて。 あの発せられるのは音だけじゃなくてそれともうシンクロするような形で口がパクッパクッと一緒にザッザッってこう例えばギターが弾いたとすると唇というかね顎がザッザッって一緒に動く人とかもいたりもするんですよだからこう楽器指先だけじゃもったいないと自分が本当に出したい音体全身を使って出そうというあれなのであの聞いたあ 反反応応すするんじゃなくてて出すことによっての反応だと思うんですねププルプルってだからおしっこしたあとプルプルって震えるんじゃなくておしっこしながらプルプルあるいはおしっこちょっとする前にプルプルみたいなねまた例えが汚いですけども、まあ、そういうわずかな時間の差はあると思うんですよね。だから 弾いてるフレーズがそんなによくないのになんでこいつそんな目つぶって透水しているのかではないと私は思いますね出す瞬間の体のリアクション純粋なリアクションでそれは人によって個人差個体差があるだけの話なんじゃないかなとまあやってる身からしてみるとあるいはまあやってるったって大したことをやってないんですけどねあるいはまあそんなにたくさんではないんですけどいろんな人とやってきた 観察してきたあくまで経験からのまあそう感じていますね、まあ、そうじゃない人もいるかもしれませんけどねもちろんあの聞いたフレーズダラーンって弾いておおいいなって思いながら目をつぶってうーんってこうなる人ももしかしたらいるかもしれませんけれどもまあ 私が今まで接してきた中では、まあ、割とリアルタイムあるいは音が出る前のほんの直前の体のリアクション身体的リアクションが出ているとで本当にもう全身で表現するだからすごく表現欲求が強いんでしょうねこういうのを出したいっていうイメージみたいなものが強烈に働いてそれを、まあ、例えばあの 鍵盤だったら指先だけでそれを発するだけじゃなくて足をバタバタさせたりとかアウトプットの装置は指だけであるにもかかわらずまあ鍵盤の場合はフットペダルとかもあったりはしますけどねまあ片足であと両腕あと10本指っていうのはあるかもしれませんけどもそれ以外のところももったいないから一緒に表現をしてしまう発散してしまうというようなねそういう肉体的なこう現象 が起きてでそれがものすごく顕著というか露骨というかものすごくオーバーにあもうもしかしたら演劇チックにすら見えてしまうのがまあキースジャレットなんでしょうねだから私もさっき話したようにこう弾いているリズムのテンポとあと動きが一致しないで気持ち悪いって言われたのと意外とに 一緒かもしれませんねつまり弾いてるフレーズのようにピラララって弾いてるだけなのにグニャグニャグニャって動いたりとかしますからねこのピラララの数音だけでな,なんでこいつこんなにくねらせてるんだろうっていう確かにこの出てくるフレーズと体の動きは一致していないので、うん、そんなにいいフレーズ弾いているのかっていう感想が抱かれるの感想を抱かれるのはまあ分からなくもないけれどもとは思いましたけどもねまニーヒさんどうもありがとうございました でえー、次、小田太郎さんからのコメント、えー。誤解を恐れずに言えば、私の中では、キース・ジャレット、小山清志氏、村上春樹のお三方には共通認識が浮かぶ。点々。丸それはいかがわしさだ。もちろん、良い意味も含むが、個人的には、歴史には残らないだろうなと思っている。古語の理由はあまりに長くなるので、ここでは避けるが、今はキースについてだけ。キースに感じる最大の疑問は、 クラシックの録音でグレン・ドグールドがあれだけの解釈主としてバッハをしたのになぜこれほどまでの凡演しかできなかったのかということだったソロコンサートをやめた時にはさすがに限界が見えたよなと納得したものだインパルス時代の録音はジャズキッサマニア以外の人の話題に上ることはなかった むしろアトランティックのマイバックページに注目したファンが多かったように記憶するあ、そうなのねまあ、生と死の幻想とかあれ、あれ、インパルスだったっけかな <laughs> ちょっとあ意外と何インパルス時代の録音ってあんまりあの聞いてる人いなかったのかなのそれは意外でしたけれどもあそうだったんですねまあ、その頃ね、まあ 一さんはあじゃあ、ごめんなさい、鎌市さんじゃない、えっと、小田んさんは、まあ、現役バリバリのジャズ聴き、まあ、今でも現役バリバリのジャズ聴きだと思うんですけど、まあ、渦中の人、まあ、リアルタイムで聴いていた方だったでしょうから、その時の反応はちょっと興味深く、ああ、でも、うーんアトランティック、インパルス時代の録音は、まあ、あれですよね、キシアットで、インパルスで思い込むのは、やっぱり私は、生と死の幻想なんですけど、それってあまりジャズ喫茶では、 話題にならならかったんですね結構ほら生と死の幻想って私あんまり聞かないのであんまり強くは言えないんですけどあんまり好みじゃないんですね。<laughs> それと同じような現象だったのかな多くのジャズ聴きはあんまりあの評論家とかはねこれはもう、うん、キースがの何とかの境地でどの子のっていろいろね紹介されることはありますけれどもまあ現場ではやっぱり意外と。 あれなのかなだってやっぱアトランティックって言えば私やっぱりねサモヘアビフォーがパッと思い浮かぶんですけどあのポール・モちゃんとチャーリー・ヘイデンこっちはいいじゃんいいじゃんってか聞きやすいじゃんと思いましたけど <laughs> 当たり前ですけどねうんだからまアトランティック時代のキース、ね、あとほらやっぱりキースのリーダーアルバムじゃないんだけどほらチャールズ・ロイドの「フォレスト・フラワー」もアトランティックじゃないですか この頃のキースって割といいというか、まあ、ジャズ喫茶では生と死の幻想、インパルスよりもあのリクエストというか聴いてるヒント高い人が多いっていうのはなんかわかるような気がしますね。マイバックページ。あーそっか、確かにマイ,マイバックページもアトランティックだよね。うん、まあちょっとごめんなさい、戻ります。A インパルス時代の録音はジャズ喫茶マニア以外の人の話題に上ることはなかったむしろアトランティックのマイバックページに注目したファンが多かったように記憶するとでクラシックを学ぶ音大生からは原始クラシックソロのスタイルはこうであったかっこと思うという話をよく聞いたつまりラジオも蓄音機もなかった時代のコンサートでは 少し,少しのアドリブは許されていたのではないかということソロによるケルンコンサートを何度も繰り返し聞くとこの説も納得がいくキースのソロピアノがブームであった頃スイングジャーナル市場ではなぜこれをジャズとして取り上げるのだという論争があったが最後はウイ,イチ氏の一言キースのソロ演奏にはブルースの通帝があるというこれまた分かったような分からん理屈で終わっ 以上、独断で思うまま書きましたが、ぜひ反論をお待ちしておりますです。○○っていう土下座、絵文字、マークマ。マークじゃない、絵文字ですね。えー、小田沈とろさんからはこのようなお返事をいただいてあ、コメントをいただきました。どうもありがとうございます。で、私はこのように返信してますね。いかがわしさ、かっこ笑い。 確かに言われてみればそんな感じもしなくはありませんが、割と私、いかがわしいの好きだったりするんですよね、笑い笑い。いかがわしいとはちょっと違うかもしれませんが、学生の頃、まだベースを始めたての時に下手くそなロックバンドでもベースを弾いたり、弾いてたり歌ってたりしたんですが、かっこオリジナルパンツロック。その時、私、ベースに偽物 B 級品にもゴムの魂。 とといいう活字を雑誌から切り取っっっててペタッ貼たた時期があったんですよ確かその切り抜いた見出しの雑誌は宝島のパチモン特集だったと思うのですが妙にそそられるコピーだったのでかっこ笑いでこの言葉を貼った状態のベースを持ってベース教室に行ったら先生から「その言葉いいね」つまり「偽物 B 級品にも五分の魂」「その言葉いいね」と大絶賛されて互いに B 級 C 級愛を語り合い 結局その日はほとんどベースのレッスンはありませんでした。アホですね。でも割合そういうの好きですと。あ、もっとも、キースもハルキも偽物でも B 級品ではありませんが、かっこ笑い。いかがわしさ漂うものも私好きなので、ついつい反応していました。という、どうもにもね、反論お待ちしてました。いや、別に反論ありようもなくですね、ただただ B 級いかがわしさも、いかがわしいのも私好きだから、まあ、まあ、それは、 さじ加減とか温度次第にもよりますけどね、あの生と死の幻想ぐらいまでに行っちゃうと、ちょっとついていけないなっていう感じは正直ありますけれどもね、はい。えー、小田に太郎さんどうもありがとうございました。で、えー、井口一郎さんからのコメント、面白かったですと、横の一言コメント。で、私はありがとうございますと返信をしていますね。で、えー、っと、アドリブジャパンさんからの、えー、コメント。 紹介しますケース・ジャレットのインタビュー、スイングジャーナルでしたら、スタンダーズのアルバムに対するインタビュー記事を読んだことがあります。以前、スイングジャーナルのバックナンバー、かっこ、主に60年代を何冊か手に入れたことがあります。リアルタイムでのディスクレビュー記事や、来にされた時のミュージシャンの写真など、興味深い内容でした。まる。という、えー、コメントでしたけども、ん、これね、私ね、 あの紹介したのが多分ね後編だったと思うんですよねだから前編読みたいななんてことも多分言ったと思うんですよねだからあの釜ちさんからこのようにコメント来てます4月号はありませんこの頃は毎月スイングジャーナルを購入していなかったんですごめんなさいねっていうコメントでしたいやいや別にごめんなさい帰って <laughs> 釜まさんに謝られてしまいました、えー、で私はまあそうですよねないものであり言ってすいませんというねあのもらっておきながら なんか前の子を読みてえなーなんて言ってね <laughs>、釜市さんからもらってきた、たまたま目についた、たまたま読んで、あれこれ後編じゃあ、なんで前編ねえんだよみたいなことを言っ,ちゃ言っちゃったと思うんですよね。ごめんなさい、釜市さん <laughs>。でも後編も十分に楽しめましたよ。はい、でもまあ、釜市さんじゃないや、小田陳さんのね、このある種のいかがわしさっていうのがね、 ちょっと小山清志氏に対するいかがわしさとかね村上春樹に対するいかがわしさ、まあ、村上春樹はなんかわかるような気がしますけれどもね <laughs> もしよろしければ、まあ、もうちょっと詳しい解説というかどういうところにいかがわしさを感じるのかっていうことをですねあの、まあ、お暇な時にでもお書きになっていただけるとまた興味の輪が広がって楽しいななんて思いますね。まあ 私もねあの小山さんはあんまりよく知らないんだけどだからあんまり知らないからゆえにですねあのそんなにいかがしさ感じないんですよあの YouTube とかで昔のこうラジオ番組とかをアップされてる方がいて確かヨーロピアンジャズ特集多分80年代ぐらい80年代の末ぐらいかなヨーロピアンジャズで。 今こんなのが元気だよってことでアルドロマーノのね 2B4net2B とかかけていたんですよそれでああ俺これ懐かしい好きだわと当時確か NEC アベニューかなんかで発売された頃リアルタイムで私買って聞いててあちょうどその頃小山さんもあのきっとラジオで紹介してたんだなーなんて思ってすごく清々しい思いで聞いた記憶がありますねで非常に語り口もフラットで ななななんんか親ししみの湧くよような話し方方変に癖がない喋り方なんですよねだからすごいフラットな人なのかななんてバランス感覚の良い人なのかなって解説も、まあ、あのまあフラットというかフラットというとちょっと <laughs> 親しみやすい解説の仕方であんまりなんかマニアックにこにょこにょ深いところまでいじるような喋り方じゃないんですけれどもまあ好感持てるまあ爽やかさすら 漂う,漂うかどうか分かんないけれども、まあ、少なくとも陰険でネチネチした喋りじゃないよななんていうような感じで私は話し声を YouTube で以前聞いた記憶がありますけれども、まあ、そのような小山さんに対するいかがわしさを感じるその小田陳さんの思いって何なのかななんてちょっと興味はいたりはしますけれどもまあもちろんあの別に無理して書けとは言っていませんのでね 個人情報とか含むこととかももしかしたらあったりもするかもしれませんからね。まあ無理してお,あのお書きにならないでも良いと思いますよ。ということで、はい。えー、ということで今回はですね、ハービー・ハンコックと笠井貴美子がの表紙のスイングジャーナルの中で特集されていたキース・ジャレットインタビューの後編を紹介したというか、ただ単に朗読しただけの動画にいただいた、えー、コメントを 紹介いたたししましたということでまた別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ